おしゃべり本棚この時間は福岡の RKB 毎日放送のアナウンサーによる朗読をお送りします。小さい茶舞台の横に 白木の縁のついた七輪が来た。鍋に割り下をついで鶏を入れるのは、珍しいことに、大吉郎がこまめにしてくれている。被災は、へえ、この人も変わったものだと、昔の威張り屋だった大吉郎と考え比べていた。お母さん、元気かい。ええ。 おかげさまで。あの人は小食だから、体も丈夫なんだね。生事は何ヶ月になるかね。もう、三ヶ月ですよ。遺品のようなものは何か来たのかい。ええ。この二日に舞台の方から送ってきました。鳥が白く煮えてきた。 被災は生符が嫌いだった。大吉郎はそれをまだ覚えていたのか、赤い生符が来ているのに、その小皿は茶部台の下へ置いたままだった。実はね、政治のことなんだけどね。へえ、お前さんには、誠に言いづらいんだけど。 何ですの聖事に、子供があるんで、その話なんだがね。まあいや、そう、きっとびっくりすると思った。聖事のことは、お前さん一人が一生懸命骨を折っていたんで、こんなことは言えたことじゃないんだが、大学の頃からちょくちょく俺の方へ来てくれててね。 家のお園の親類に福という娘がいてまあ政治といい仲になったわけだ園というのは大吉郎を被災から奪った女である被災は色の白い園という女を一度大吉郎が連れて歩いていたのを見たことがあったご冗談でしょ そんな、あの人は何だって私に相談していましたし、それはまあ、あなたのところへ政治が遊びに行ったかもしれませんけれども。でも、それはお園さんの言いがかりのようなんで、お芝居じゃありませんか出生するときだって、あの人は万一のことまでちゃんと言い置いて行ったんですからね。そのときだって、あなたのことなんか一言も言わないんですし。 おそのさんがお選別持ってきてくださった時も、ただ素直にもらっておいただけの話で、そんな、そんな馬鹿なことを今頃になって被災は腹が立ってきて、指がブルブル震えている。いや、そんなに、あんたが怒るのも無理はないさ。無理はないけれど、話は話だ 生児と福ができたのを知ったのは園であったが、園は大吉郎には長い間知らせなかった。被災との問題さえなければ、生児と福の間をうまくまとめてやりたいと思っていたのだった。なんか、そんな証拠でもあるんですかうーん。たびたび、生児から、 俺のところだの服のところへ手紙が来ているんだよ。政治も俺とお前さんのことをよーく承知しているものだから、一人で今日まで頑張ってきたお母さんへ、こんなことを言うのは辛いのだったろうし、と言って服はどうしても女房にしたいから、なんとか自然な方法でお母さんに話してくれないかと言ってきているんだよ。 天使を聞いたとき、私もね、よっぽど子供と服を連れて行こうと思ったんだが、そんなときに行けば、帰って取り込んでいるあんたの気持ちを怒らすようなもんだと、黙ってこらえていたんだ。それだのこれだの、服は気を病んで二ヶ月ほど寝込んでしまうし、まあ今日まで引き延ばしていたんだが、 何でも露月帳じゃ家を売ってしまうというような話も出てるんだとかで、この先はどんな風になるのか、俺も妙に心配だったし、まあまあ、一応会ってとっくりと相談して、どうにでもお前さんの気の済むようにと、今日はまあ、厚かましい話を聞かせるんだがね。本当ですかね。 信じられませんね、そんなこと。大吉郎は風呂敷の中から自分や服に着た聖事の手紙を出して、被災の前に置いた。被災はそれを手に取って、一つ一つ中身を抜いて読んでいった。昇進正明正の息子の字なので、被災は胸の中が熱くなってきている。 あなたの血を引いていてるからそうも目の前の人に心で怒ってみたりしたけれどもこれほどまでに自分に遠慮していたのかと政治の気持ちが何ともいじらしくて仕方がない明くる朝大吉郎との約束通り福という女が赤ん坊を 小森におぶわして被災を訪ねてきた。被災のように小柄で、美人ではなかったけれども、人好きのする柔和な顔立ちをしていた。二十三だそうだけれども、十八九にしか見えない。さあ、こっちへいらっしゃい。おばあさん、この人がおふくさんですよ。 昨夜、年寄りには何もかも話してある。年寄りは早くその男の子を見たいと言った。何もかも過ぎてしまったことだし、聖治が自分たちに子供を片身に残してくれたことはありがたいことだと年寄りは喜ぶのであった。昨夜、被災は話しながら涙をこぼしていた。 自分に対しては、まるで腫れ物にでも触るような扱い方をしてくれていた政治の思いやりに、被災はいやいやと頭を振り動かしている。昨夜はまんじりともしなかったけれども、とにかく一晩経ったということは、服へ対しての怒りを程よく覚ますのに十分であった。今、目の前に見る服という女は、 被災には綺麗に見えた。赤ん坊もよく太って、生事に生き写しである。富士山のように盛り上がった小さい唇に、カニのように椿を貯めながら、青く澄んだ芽を被災へぼんやり向けた。被災が思わず手を出すと、赤ん坊は思いがけないあどけさで、 両の手を被災の方へ伸ばしてくるのである。服は仏壇の前へ行きたくて仕方がないような赤い顔をして、襖のそばへきちんとかしこまっていた。被災は両手を出している赤ん坊をそのまますくい上げるように抱き上げて、まあ、ちょっと仏様、拝んでください。今日は甘いものをあげようと思ったんだけど。 そう言って床の間のところに座っている赤いちゃんちゃん子のおばあさんのところへ赤ん坊を抱いて行って見せるのであった福は静かに仏壇の前へ行ってお線香に火をつけている福はしばらく畳に額をつけて拝んでいた昨夜もねえ治の学生の頃の日記を出してみたら あんたのことが書いてあったのよ。十二月のところなんか、毎晩のように、夜、服、夜すく、服って書いてあるんだけど、あの頃なんだか毎晩用事があって、十二時近くでなきゃ戻ってこなかったんだけど、あの人らしいと思って、夜、福さんのところへ行ったって意味なんだろうね。 被災は服を笑わせるつもりだったが、服は黙って畳に額をすりつけたまま、静かに泣いていた。赤ん坊は乳臭くて可愛かった。大森に住んでいた頃、こんな風に生地を抱いて海を見に行ったことがあったっけと、被災は赤ん坊の方に長い髪の毛のくっついているのを、 唇で吹いて取ってやりながら、ねえ、おくさん、坊やの名前はなんて言うのと、優しく尋ねた。廊下のところへおしめカバーを下げて座っていた小森が、聖太郎さんっておっしゃいます、と教えてくれた。大森にいた頃、大吉郎は、 乗り屋をしていた。今は、散ど問屋をしているのだけれども、赤ん坊を抱いていると、歯蓋への着物に、なんとない、のりの匂いがしている。被災は子供の柔らかい方に、自分の額を押し付けてみたが、不意に、なんとも名状しがたい、熱い涙が、 湧くように赤ん坊の着物に染みていった。おばあさんは何か言いたそうに唇をもぐもぐさして畳の上に落ちている赤いセルロイドのガラガラを拾ってそれを鈍く振りながら子供のようにぼんやり眺めている。 清です僕がしゃべる「我思うゆえに我あり」がラジオを飛び出してポッドキャストで放送中です僕の持論哲学を RKB アナウンサーの武田紗絵アナとしゃべっています固定観念や既成概念をぶち壊すポッドキャスト番組「我思うゆえに我あり」是非お聴きください